この黒い物体は半磁性体の熱分解グラファイトです。上に乗っているのはネオジム磁石です。この動画ではこの熱分解グラファイトでいろいろ実験してみます。水に浮かべた発泡スチロールの上に熱分解グラファイトを乗せ磁石の N 極を近づけてみます。半磁性体は このように磁石に反発します。磁石も同じ極同士は反発しますが、半磁性体は N 極にも S 極にも反発します。緑の S 極を近づけて確かめてみます。N 極と同じように S 極を近づけてもこのように反発します。水も半磁性体なのですが、 この熱分解グラファイトは、半磁性体としての性質が水の10倍以上あり、このような実験に最適の物質です。次に、先ほどの実験での反発力が数値としてどれくらいなのか測定してみました。測定の前に、熱分解グラファイトの質量を測定しておきます。1.96g です。 この状態をゼロとして、先ほどの棒磁石を近づけます。熱分解グラファイトとネオジム磁石の間隔は約1ミリです。木箱はネオジム磁石の磁場が、はかりに悪影響を与えないようにするためです。反発力は 0.48g10 でした。間隔を狭くすると値は大きくなり、広げると小さくなります。 次は NS が一末模様になっているネオジム磁石の板の上に熱分解グラファイトを乗せてみます。もう少し薄いと浮き上がっている様子がよくわかるのですが、この熱分解グラファイトは分厚いのでやっと置く程度です。最後に小さなネオジム磁石をグラファイトの上に乗せてみます。ネオジム磁石は 重いので、これだけでは浮きません。上から別のネオジム磁石で、半磁性体の反発力を手助けすると、このように浮きます。これが冒頭の映像です。上のネオジム磁石を動かすことで、下のネオジム磁石を操作できますが、思い通りに動かすのは難しいです。小さなグラファイトですが、色々遊ぶことができました。